このような音楽教室のレッスンで使われる楽曲をめぐって今2つの主張が対立しています。作曲家から著作権の管理を任されているジャスラック日本音楽著作権協会は、協会が管理する楽曲を教室で演奏する場合は著作権使用料を支払うべきと主張。これに対し音楽教室側はレッスンでの演奏には著作権法が及ばないと訴えを起こしました。ジャスラック日本音楽著作権協会は6月、音楽教室での演奏について受講料の一部を著作権使用料として徴収する方針を発表しました。これに対し音楽教室を運営する251の事業者は、レッスンは講習に対する演奏ではなく著作権法は及ばないとして使用料の請求権がないことの確認を求め訴えを起こしました。今日第1回の口頭弁論が開かれ、音楽教室側は音楽を学ぶ機会の減少につながる重要な問題と主張しました。一方ジャスラック側は、作品を利用しているのに1円も創作者に還元しないのは極めておかしいとして音楽教室側の請求棄却を求めました。